11日にパリ五輪、陸上女子やり投げで金メダルを獲得した北口春花、26、の表彰式に、女子マラソン五輪に大会連続メダルの有森優子さん、57、が登場した。ネットでも、プレゼンター有森優子さんでびっくりした、すげえな、久しぶりに見た、あら、なんか感動、めちゃくちゃスタイル良いな、この美女は誰かと思ったら、と騒然となった。 写真、とても57歳とは思えない、美しさ変わってなかった美人メダリスト、ショート髪に、グレーの細身のノースリーブワンピース型。有森さんの公式スタッフ SNS に、ワールドアスレティックス、WA カウンシルメンバーの有森優子がプレゼンターを務めました。涙をこらえるのが必死でした。北口選手、金メダル獲得おめでとうございます。と記して、 二人のツーショット写真が投稿された。どこの国の綺麗なお姉さまかと思ったら、有森さんでした。ますますお綺麗です。有森姉さん、服装がすんばらしかった。すごい二人が最高の舞台。とのコメントが集まっている。